はい、どうもひろでーす。今日もですね、カフェから、アンザさんをお迎えしてお送りしたいと思いますけれども、最近ね、ニックキコロナの話ですか。コロスケの、ね、記者会見で連日にぎわっておりますけれども、もうね、いい加減にいろいろ腹立ってきたりするんですよ。私もクソコロナの野郎がですね、あんまり汚い言葉は言わないで。違うんですよ、ヒロさん、やっぱり、これオリンピックが中止になったじゃないですか。中止と延期、延期の話になったじゃないですか、はい、でそれから結構やっぱ感染者が増えたじゃないですか。で、ね、憶測の話であれですけど、噂話はちょっと、いやでもね、あれですよ、厳しいんで、いいんですよ、いいんですよ。でもね、本当ね、自粛でですね、ボトンプレジデントとしてもね、はい、もう4月4日かな、流れたじゃないですか。そもそもですね、ヒロさん、私たちヘッドオンプレジデント、昨年のね、12月20日から来日しておらんのですよ。わかります、ね、ヘッドオンプレジデントとしては、我々はね、ステージに上がりましたけど、バッチさんや成美さんはまだステージに上がってないんですよ、今年。20周年なのにね。そんなことよりね、まあ、ライブはなんだか自粛で、そう、なんか、にぎわってますけど、変に。まあ、でもね、私もね、バンドだけじゃないんですよ。まあ、延期になったのは。そうなんですよ。ミュージシャンだけじゃないですよ、延期で苦労してるのはね。今日、劇団とかね。そうですよ。あとは何だろうね。野球ですよ。野球、サッカーね。そうですよ。何よりですよ。私が頭にきてるのは、プロレスが見れなくなったことですよ。プロレスも、被害が及んでますか。安座さんはもう、熱狂的なプジョー氏ですからね。そうなんですよ。まさかお気に入りの団体が、いや、もう延期になっちゃったんですか。お気に入りの団体は、はい、なってますよ。なってます。でも私は別にまあ、お気に入りというか、はい、私は新日のですね、新日本プロレスの後楽園っていうの、新日本って皆さんも分かると思うんですけど、人気で後楽園の大人気ですよね。チケットなんか取れないんですよ、普段。それが奇跡的に取れて、しかもリングの前ですよ。一番前のやつが流れたんですよ。全くそれはいつの開催だったんですか。3月ですか。もうあれですよ、本当に。それも流れてですね、最も楽しみにしていたね、4月の頭にあるやつも流れたんですよ、DDT さんのやつで。ああ、安座さんが大好きな DDT の興行も、流れちゃったと。いやもうね、ほんとね、悔しいですね。まあ、もちろんね、4月4日のヘッドオンプレジデントアコースティックも延期になったのも頭に来てるんですけど、もうね、こういう、なんていうんですか、ストレスをね、たまりにたまってるじゃないですか、世の中皆さん。そうですね。で、開催する方も悩んで、強行突破するとやっぱ叩かれるじゃないですか。K-1 とか叩かれてましたね。まあでもまあね、あれは仕方ないですね。叩かれちゃいますね。ただ頭にくるんですよ。だったらね、そんなね、あれですよ、なんか、はっきり言っていいですか、言いたいこと。電車も止めろって話ですよ。私のチャンネルなんでね、あんまり過激なことは言わないでください。みんな思ってることだと思いますよ。YouTube に怒られちゃうとあれなんで。いやいや、でもみんな思ってるから言ってやりましたよ。大体にしてだって移動なんか、移動手段もなくなればみんな止まるんだっつうの、本当に。いや、だってこの三が日もちょうどね、桜が綺麗に咲いてみんな結構お出かけしてましたよ。そうですね。やっぱり先々週に比べるとやっぱ電車も混んでましたし、はい、街もね、結構若者たちで溢れてましたよ。はい、びっくりしたんですよ。カゴいっぱいにカップラーメンと、カゴいっぱいにだよ。カップラーメンとパスタもあるじゃない。あれを買ってみると、どう考えても80過ぎのおじさんとおばさんなんだけどさ、どうやって食べるんだろうな、みんなに配ってくれるのかなって思って。それならいいんだけどね。あんまりカップ麺ばっか食べてたらね、体壊かすんじゃないかと思いますけどね。お年寄り80歳ぐらいでしたね。お年寄りは怖いよね。真っ先にこう命の危険にさらされる、ね、年齢だから、
まあ多分もうわしゃ一歩も家から出んぞみたいな決意を持って買い占めたのかもしれないけども、いやそういうのはおかしい。でもね、あの若者にね、要請ばっかりするんじゃなくて、一番危険なお年寄りさんたちがちょっと気をつけないといかんですよ、これ。だからまあ気をつけようと思って買い込んだんじゃないの。いや、もうわしゃ死ぬまで家から出んぞって。多分ね、我々も結構そっちの方の年齢になってきたんですけどね。まあもし発症したらやばいでしょうね。だからね、でもまあだからよく言うんですけど、怖がらずにちゃんと気をつけるっていうことなんですよ。買い占めも皆さん流通もまだしっかりちゃんと大丈夫らしいんで、ちょっとね、買い占めとかやめて譲り合い精神でお互い様でもっと日本人の誇りを持ってやっていただきたいなと私は思うんですけどね。まあ、私がこんな顔してね、日本人とか言って言ってても何の説得力もないかもしれませんけど、もしね、俺が買い占めるんだったら、カップラーメンはいかないですね。何買います？そうですね、まず、まあそうだな、コーヒーとあとはなんかバームクーヘンとか、あとはクッキーとかを買い占めるますかね。それ必要ですか？うん、甘党ですね、ずいぶん。そうですね、まず甘いもの買い占めます、ね、スイーツ男子なんですよね、本当に。そうです、カップラーメンよりは甘いものがいいかもしれないですね。まあ私はあれですかね、ミックスナッツとかドライフルーツ系ですね。あれがあればなんとか私は生きてきます。あとアボカド、栄養素が高い。アボカドは腐るじゃん、保存できないじゃん。そんな買い占めたって、すぐ食べなきゃいけない。知らないんですか？冷凍油、アボカドが今売ってるんですよ。なんすか冷凍？冷凍のアボカドが売ってる。凍らせるってこと？いや、凍ってるアボカドがあるんですよ。まあ冷凍させればね、長持ちはするかもしれないけど、やっぱりね、東京はね、人が多すぎるんだよね。うん、そのスーパーに対して住んでる人の数がめちゃくちゃ多いから、やっぱり早く行って買わないとみたいな心理になるんだと思うけどね。まあでもね、やっぱり人ってお互い様精神が日本人の良さなんですよ。なんでね、こうパニックるのもよくわかるし、だけどそんな必要ないものを買い占めて本当に必要な人のところに手に渡らないっていうのが一番ね、困ることなんでね。まあちょっとね、状況を見ながら、うん、今後のライブ情報と変更あるようであればまたお知らせしたいと思いますので、はい、今しばらくお待ちいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。アンザスキでした。どうも、バイバイ。